環境局資源化推進室事業系ごみ対策担当の木村と申します。廃棄物管理責任者の皆様におかれましては、日頃からごみの減量や適正処理のためにご尽力いただきましてありがとうございます。事業系ごみの適正処理についてと題しまして、事業系ごみや本市の状況についてご説明します。はじめに、 事業系ごみについてです。廃棄物は大きく、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で定める20種類を産業廃棄物といい、それ以外を事業系一般廃棄物と言います。法律で事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を、 自らの責任で適正に処理しなければならないとされています。事業者は事業系一般廃棄物と産業廃棄物を適正に区分し処理しなければいけません。ここでいう事業活動とは、営利目的のものだけでなく、病院、学校、観光庁、NPO 法人などが行う非営利の活動も含みます。 こちらの動画では産業廃棄物以外の事業系一般廃棄物、いわゆる事業系ゴミについて説明をいたします。前提として家庭から出るゴミは市が収集しており、事業活動から出るゴミは事業者自らの責任で処理します。事業系ゴミは家庭ゴミとは分別方法や出し方が異なり、 一緒に出すことはできません。少量でも事業活動から出たゴミを家庭ゴミとして出すことはできません。例えば、住居と事業所が一つの建物内にある場合でも、ゴミは家庭生活から出るものと事業活動から出るものに分けて出してください。また、事業系の可燃ゴミや不燃ゴミを出す際は、 黄色の事業系指定袋を使っていただくとともに、指定袋には、排出事業者名を書く記入欄がありますので、排出事業者名を記名していただくようお願いいたします。事業系ごみの処理は、一般廃棄物の許可業者に委託してください。また、ご自身で市の処理施設に搬入することもできます。 一般廃棄物の収集運搬の許可のない業者に処理を依頼することは法律違反となるので注意が必要です。ここで名古屋市における事業系ごみの状況と事業者の皆さんにご協力いただきたいことを述べさせていただきます。まずご覧いただきたいのが事業系ごみの排出状況の推移です。 下の段がゴミ処理量、上の段が資源分別量となっている2段のグラフです。平成11年2月にゴミ非常事態宣言を発表して以来、名古屋市では家庭ゴミを含めたゴミ処理量を4割削減することができました。事業系ゴミは一旦減少しましたが、平成31年度までは横ばいの状態でした。 令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で事業系ゴミは一時的に減少しましたが社会経済活動の正常化に伴ってゴミ処理量の水準は増加しつつありますそれではこのグラフの青色の部分のゴミ処理量についてさらに詳細に見ていきましょうこちらのグラフは ごみ処理量の内訳について市内約5,000か所の事業用大規模建築物いわゆる大規模事業所とその他の事業所の2つに分けたものとなります先ほどの資源化量も含めた事業系ごみの排出量全体と同じように平成31年度まではごみ処理量は横ばいの状況が続いています 令和2年度は減少していますが、社会経済活動の正常化とともに、全体のごみ量は緩やかに増加しています。大規模事業所においては、オフィスや事務所ビルの割合が多く、コロナ禍において広がったリモートワークなどの新たな生活様式は、ごみの排出量の減少につながっているものと考えられます。 ここで業種別のゴミの排出状況の内訳を見てみましょう。こちらのグラフは、名古屋市が行った事業系ゴミ蘇生分析から、業種別に排出の割合を調べたものです。はじめに、オフィス事務所と小売りサービスなどの店舗です。排出されたゴミのうち、紙類とプラスチック類の2つが大部分を占めています。 紙類について、資源化可能な紙類、特に雑紙が多く捨てられていることが分かりました。ゴミの減量や資源化を進めるために、まずは紙類、プラスチックの使用量の削減に取り組みましょう。紙類は適切に分別することで資源化が進み、ゴミを減らすことができます。プラスチックを廃棄するときは、 ルールを守り、適正に排出しましょう。続いて、飲食店や食品スーパー、食品販売の業種です。排出されたゴミのうち、紙類、生ゴミ、プラスチックの3つが大部分を占めています。なんと、生ゴミの半分が食品ロスに由来するものでした。まだ食べられるのにゴミとして捨てられたものなのです。 大切なのは発生抑制です。食品ロス削減の取り組みをお願いします。食品廃棄物の減量については別の動画で説明しておりますので是非ご覧ください。業種ごとの排出状況を見ていただいてわかるように紙類や生ゴミなど多くの資源化可能なものが可燃ゴミに混入しています。 業種によって排出されるゴミの内容は大きく変わります。まずはご自身の事業所のゴミの排出状況について、原料計画書を通じて把握するところから始めましょう。ここで昨年、廃棄物管理責任者の皆様や、市内事業所の皆様を対象に実施した 事業系ゴミの減量、資源化に係るアンケートの一部を紹介いたします。質問1、アンケートに回答いただいた業種については、事業用大規模建築物には、オフィス、事務所の比率が多くなっております。次に、質問2、ゴミの減量、資源化について取り組んでいるかについて聞いたところ、80%を超える事業所から、 取りり組んでいると回答がありました。ゴミ減量資源化の意識が着実に根付いているのではないかと思われます次にゴミの減量資源化について事業所における具体的な取り組み内容を伺いました多かった回答では分別ボックスを設置してゴミと資源を分別する従業員へ周知するなど 比較的取り組みやすく継続して行える取り組みが見られました。また、従来の経費節減や、業務効率化に加えてコロナ禍という要因もあり、書類の電子化やウェブ会議等が増え、ペーパーレス化がかなり進んだものと考えられます。ゴミの減量・資源化に引き続き協力をお願いいたします。 しかし一方でアンケートの結果では雑紙が資源になることを知らないなど資源化が進んでいない品目があることが分かりました令和4年4月にプラスチック資源循環促進法が施行されたことにより事業者は事業活動で使用するプラスチック使用製品について積極的に 排出抑制・資源化等に取り組むことが求められています。アンケートにお答えいただいた事業者の皆様もさまざま工夫をしながらプラスチック使用量の削減や資源化に取り組んでいます特に使い捨てプラスチックについては使用量の削減に積極的に取り組みましょうなお事業活動から出る廃プラスチック類は産業廃棄物です ゴミとして廃棄するときは適正に分別して処理してください。次に不適切な分別の事例についてご覧いただきたいと思います。事業者から排出された事業系ゴミの中に実際に混入していたものです。古紙は汚れている紙などの近畿品以外は、ほとんどがリサイクル可能ですが、可燃ゴミに混入しています。 また、一般廃棄物である可燃ゴミや不燃ゴミに産業廃棄物が混入していることもあります。その他、電子タバコやライター、電池類、スプレー缶などは、収集車両や処理工場で発火し、火災の原因となっておりますので、必ず正しい分別をして排出するようにしてください。事業系ゴミの出し方について、 リーフレットを作成しています。表面が事業活動に伴うゴミの出し方。中面が事業系ゴミ、資源の分け方となっています。名古屋市公式ウェブサイトよりダウンロードできます。また、表示の QR コードからもアクセスしていただけますので、ぜひご活用ください。 名古屋市では、循環型社会を目指し、事業系ごみの減量対策に努めてまいります。そのためには、廃棄物管理責任者の皆様のご協力が不可欠です。引き続き、ごみ減量・資源化の取り組みへのご理解・ご協力をいただきますようお願いいたします。ご覧いただきありがとうございました。